こういうことかな。やっとわかった、やっとわかったんだけど、タイトルがおかしいな。あれどうなってんだろう。まあいいや。おはようございます、ミーヤでございます。朝の時間に放送するのはしょうがないんじゃないかな。すごい健康的な時間ですね。びっくりしました。本当はですね、昼ぐらいに放送するって言ってたんですけど、すみません。取ってきたエノコログサがすごく匂います。もう外に出しとけばよかったんだけどね、部屋の中に入れといたからなんかすごいくっせ何の匂いだろうって、なんかもう嗅いだことがないくっさい匂いがして、なんだろうなって思って、ゴミ箱ちゃんとゴミ捨ててるし、こんな匂いしんよなと思って、おかしいなって思って、ふっと目が合ったのが、猫じゃらしでした。エノコログサでした。くっさかったー。いやー、びっくりした。でも、くっさいので、申し訳ないですが、昼と言ってたけど、やめまして、この時間にさせていただきました。で、すみません。初めての新配信なもので、わかんないんですけど、延長とか、こういう風に延長するんだ。へえ、面白い。おかわりしちゃった。おかわりをして。150分延長しました。すげえ、こんなことできるようになったの面白い。やりたい放題だね。まあいいや。まあそんなこんなにですね、じゃあエノコログサに至った経緯をちょっとだけお話ししてから作業に入りたいと思います。草木染めをやろうっていうところだったかな。そうですね、そう、草木染めをしたいからっていうことで、その本当に街中とか道路の辺とかに生えてるものをこう採集しようっていうことで、お白い花とエノコログサ、猫じゃらしね、それと、紫御殿、紫色の気持ち悪いやつね、あれを取ってきたんですよ。で、猫じゃらしの下りになって、実は食べれるってことが判明したんですよね。リスナーさんに教わりました。いやー、こいつ食えるんか。アワとかの、ご先祖様みたいな感じの植物らしいです。実はすごいやつなのかな。今のアワとかは、その品種改良とかされて美味しくなってるらしいんだけど、まあね、せっかく食べれるんだったら食べてみたいなと思って、で、昨日ですね、友達を誘ってですね、1時間ぐらいひたすら猫じゃらしを抜いてきました。で、抜いたのはいいんだけど、もし食用にするんだったら、お米とかと同じで、スペイン結構するね。スペイン結構する？ニコメさんいらっしゃい。一回乾燥す、やっぱりお米みたいに乾燥させて、乾燥させてから、脱穀と、脱皮じゃなくて、なんだっけ、脱皮じゃない、漢字が読めなくて困ったやつだ。要はその殻を剥いたりとかすることをして食べる感じになる。んですけど、まだ取ってきたばっかりで緑色だし、ちょっとね、虫さんとかいたら嫌なんで、さすがに虫はやめてくださいって感じなんで、本当は、観賞用にもしたいんですけど、観賞用は、日に当て
ちゃうとまずいらしいけど、ちょっと虫さんいると嫌なので1日ぐらいは日に当てたいなと思ってます。その後は日陰とかに干して、そうですね、2、3日ぐらい干す感じになるかとは思いますが、うん、そんな感じでね、下処理をしていきたいと思います。こんくらい。よいしょ。いっぱい取ってきた。もうこいつ臭いんだよね。なんとも言えない匂いがする。なんて言ったらいいかな。うわっ。もう臭い。なんか、なんて言ったらいいのかな、虫とかいそうな感じの臭さだよね。腐ってはないんだけど、別に傷んでもないし、なんかこれっていうのもないんですけど、わー、くっせー、やっぱこれ部屋に置いて、わー、くっせーなんなんだ、もうすんごい独特なんだよねこいつね。撮ってる時とかそんなに匂ってはなかったんだけど、あー臭い、もうやだ、うん、こんなに匂うんだなっていう。食べれるの？食べれる？どんな味？わかんない、食べてないからわかんないけど、すごい香ばしくて美味しいらしいよ。3個目さんいらっしゃい。あーくっせあーもうやだ、あーこれもう緑の匂いっていうよりは何の匂いなんだろう、まあ、この草の匂いなんだけど、もう吐きそう、すごい臭いやだ、とりあえずこんだけ取ってきた。あー、うわ、くっさ。あ、アリンコさんいる。いやー、まあ、アリンコさんはいいんやけど。あ、すっごいくっさ。はあ。サムネに釣られたんですけど、サムネ本人。あ、はい、本人です。あのね、おえとか言ってるけどね、一応本人です。あーくっさ、ほんとすごい、なんもう、はあ、なんとも言えない、なんの匂いって言ったらいいんだろうな、全く、なんかはとりあえず吐きそうな匂いがする。あのもし、ね、書きたいなって思う方いらっしゃいましたら、ね、自分で取って1日袋に放置しておいてください。非常に臭くなるよ。めちゃくちゃ臭い。たまらんね。こんな可愛い姿してんのにね。めちゃくちゃ臭いよ。ちゃんとあれなんかお散歩するところとか。じゃなくってちょっと小高いところとかにあるようなね、なんか排気ガスとかかかってても嫌じゃない、なんかそういう綺麗なところで選んできたつもりなんですけど、それでもすごいね。あとこう枯れちゃってるのは結構なん種の部分がないっていうか、このね種みたいなところ。人がコミュニティをフォローしました。ありがとうございます。ピント合わないかな。合わないかな。合ってください。合ってお願い。合わない。ね、マニキュア汚くてごめんなさい。ちょっと昨日のでいろいろ大変だった。このね種あるじゃん。もう分かってほしいんだけど、この種の部分が要は食べるところなのね。この毛のところは関係なくって、この種の部分がね欲しいのよ。だけど枯れたやつ、ちょっと枯れてるのだともう粒々がねほぼ
ぼないんだよね。わかる？わかるかな？お、ピントがあった。ほら、やっぱり全然違うでしょ。こういう乾燥したのは、ちょっと種を取って、観賞用にしちゃおうかな。で、こっちの種があるやつは食べるようにしようかな。まあ、そんなのを目安にちょっと、やっていこう。臭いな、それにしても。どんな感じかな。あ、ごめんなさい、ちょっとクーラーの風でマイクに入っちゃうな。お米をさ、なんかこう干してるところってさ、こういうのちょっと束にしたのをこうやって干してるじゃん。こういう棒とかにこう入れてさ、そんな感じにしたいんだよね。あ、臭い。でもこれ緑のも乾燥しちゃえば別にいいのか。だったらしね、大きさ別にすればいいのか。よし、というわけでその束を作ってこいつでネジネジして、あの洗濯物の竿に干せるようにしていきたいと思います。さあ、何時間でできるかな。いつも何時間かかけてやってるからね。前のトウモロコシの回は確か6枠あったはずだから、やっぱ3時間くらいかかってる。好きだね、こういうのね。よし、うわ、もうたまにふわっと匂うのが臭いなぁ。いやぁ、何なんだよこれ。なんでこんな匂い発するの？ちょっと、うわ、臭っ。だいたい同じ大きさぐらいなのを、そっか、カメラの位置が悪いのか。ストーリー、プレミアムストーリーがコミュニティをフォローしました。このぐらいにすればいいかな。これで、こうやって、ちっちゃいのはちっちゃいので。で、後で食べるやつか、観賞用にするかを決めればいいのね。どうしよう、この、枝が短いのは、枝が短いので、この、あ、くそ。この枝が長いのは、観賞用とかにもできそうなんだけど、これちょっと短いと、観賞用難しいんで、短いのは。ちょっとこれ別にしよう。もうなんとも言えない。もう吐きそう。なんだよね。なんなんだろう、これ。道端でそんなさ、こんな猫じゃらしとかさ、見たってさ、別に、匂ったりしないでしょ。本当にこの匂いみんなに嗅がしてあげたい。すっごい匂いする。あー、落ちた。こんな感じでどうでしょう。何本目やから。10本。いいんじゃない ?10 本ぐらいで。あんまりちょっと長いやつは切って。で、これを、この辺で。臭いよ。グリグリして、よいしょ、よいしょ、こんな感じでこう逆さまになるように干せば多分いい感じだ。よし、これをいっぱい作るよ。ちっちゃいやつ、ちっちゃめのやつでやろうか。4、5、6、7、8、9、
10本。草じゃないや、この葉っぱはどうするんだろう。葉っぱもそのままでいいのかな。まあ、いや葉っぱもまんまにしとこう。これたまらんな。あーひどい。とりあえずカゴの中に収めていきます。いくつできるかな。結構取ったと思うんだけどな。例えば食べることであるとか観賞用のやつとかいろいろ調べたんだけどね、意外と情報ないよね、ネット上に。食べてる人は数人いたけど、なんかやっぱりすごい詳しく書いてあるわけじゃないし、まさかこんな匂いがするとも書いてなかったし、これほんと最悪この匂い。もう何ついてんのこれ。虫はいないと思うけどな、見てきたんだけど。虫っぽいやつが落ちた。手元はどうしたらいいんだろう。こう？こうか。で、ちょっともういいや、カメラの位置もういいや。ちょっと大きいけどか。匂い消えないかな、早く。エアコンの風で結構撒き散らしてると思うんだけど、もうすごい匂いな。たまらんね。
90で、よいしょ、モールが足りない。モールもなんだかたくさん使いそうな予感。そいつね。てかあれか、手元ほんと見えないな。どうしたらいいんだろう。これなら見えるんかな。あ、これでいいか。しか言ってないけど、ほんとこれすんごい匂いすんな。あ、落ちたかな。みやさん。はい、ナナコメさんいらっしゃい。ごめんね、臭いのこれ。相当臭い。気持ち悪く、ほんと気持ち悪いんだけどこれ。早く終わりたい。苦行だ。今落ちたような気がする。 半分ぐらい終わったかな。2、3、4、5、6、7、8、9、10。
る。臭い。やだー。もうこんなイメージなかったのにな。これ食うのかなって思うとちょっとテンション下がるよね。新配信ちょっとまだわかんないんだよな。あれか、あんこちゃんのツールがそういう風になるだけか。一応3時間の予定でお送りしてるんですが、多分3時間もかからずに終わるとは思うけど、というか終わりたい。もうこれ臭いから早く終わりたい。ほんとすごい匂いする。朝ごはん食べててなんかすっごい臭くて、今日ゴミの日だったんだけど窓を開けてて、でもこれゴミの日だからってこんな匂いを発することなんか初めてだぞとか思ってたんだけどね。エノコログスと目が合いました。こいつかこんな匂いするんだみたいな。だいぶなくなってきた。よしよし、いいぞいいぞ。タコ糸でやろうかと思ってたんだけど、タコ糸探してるときにモールを見っけて、あ、この方は楽じゃないかなと思ってこっちにしたんですけど大正解だった。タコ糸でやったら多分ねイライラしてたな。臭いし。
くさ、もう寄せたくないけど、でも寄せなあかんしな。わ、くっさーい、くあー、この匂いの原因ちょっと知りたいな。まあ草だからっていう理由かと思うけど発酵し始めちゃうのかな、発酵なのかな、なんかわかんないけど、とりあえず非常に臭いぞ。あーでも発酵って言われたらそうかな、牧草とかをこうなんかねサイレージに入れたりとかするとこんな匂いになるのかな、ならんかな、もっといい匂いになるかな。臭いなぜこんなに臭いんだろう。し始めちゃったかな、私なんかもうこんなになると思わんかったな。今日も料理わら、これ料理の一応下準備なんだよ、うん、料理枠のつもり6 7 8。それを冷蔵庫で保存、これを一回干して、このさ猫じゃらしさ種みたいなのいっぱいくっついてるでしょ、この種これをね、あのお米と一緒で脱穀します。でその粒々を、ちょっともうちょっと調べないといけないんだけど、オーブンで焼くか、びっくりした、びっくりした、わあ虫かと思った、これ飛んだだけだった、ごめんごめん、オーブンで焼くかフライパンでいるかなんかして、その後にちょっとすりつぶすような形にして殻を剥いて食べるんですけど、の予定なんですけど、ちょっとこのつぶつぶさ、こんなちっちゃいのをさすりつぶしたらどうなっちゃうんだろうね。もう殻とか身とかいう問題じゃないね、きっとねだからね、多分そのまま食べるんじゃないかなっていうイメージなんですけど、そのままいただいてみようかなという感じです。あのアバのご先祖様みたいなものらしいんですよ、こいつはね。だから、なんか和菓子みたいなさ、お餅みたいなのができるといいなとかって思ってたんだけど、ちょっとねできなかったね。和骨、確かに泡の祖先ですね、のこのぐさ。あ、よくご存知で、10個目さんいらっしゃい。そうなんです。ご先祖なんだけど、くっせーの、これもう本当にね、超絶くっせーの、ほんともうちゃくちゃくさいんだけど、これもう部屋の中置いといたら、昨日取ってきて部屋の中置いといたらもう朝くっ
そくさいのもほんともういい加減にしてほしいぐらい何本だっけ何本だか忘れちゃった。本当にくっさいの。これもうみんなに嗅がせてあげたい。めちゃめちゃ臭い。4、5、6、7本。7、8、9、10。そうだからね、あの阿波のご先祖様なので食べられないこともないし、プリザーブドフラワーと言ってわかるかな、なんか、ドライフラワーに色ついてるようなやつざっくり言うとね、それにも使えるんだよねこの人はね。あーくせえ、もうふわふわするとすごい臭い。これもうやだうーん臭いよ。だからね、本当はこれに色をつけ、乾燥させたのに色をつけるのか、生のまんまで色をつけるのか。お茶にした方が早い気がしてきたわね。あれ、お茶にもできんのこれ。どの部分がお茶になる？それ新情報かもしれない。手伝ってくれた友達がですね、結構乗り気になってくださいましたいや、手伝ってくれると、もう私みたいなこんな下様のブログ情報だけど、いえいえ、URL 省略。わかります、ありがとうございます。ちょっと先に覗かせてください。いやね、もう調べてもやっぱりね、結構出てこない。ここにお茶にした時の感想出てたよ。どう？茶をちょっとこれを貼り付けて移動にして、あ、こいつイネ科なんだ。私花粉症なんだけどイネ科まずいんじゃない。ちょっとこれキャプチャーさせていただきましょうか。野生味あふれるよね。ケイ焼くんこれこれケイ焼いたら全部なくなりそうな予感なんだけど、大丈夫なんかな。でそれを醤油をつける。ほんとこれ、この食べ方全く予想してなかったんだけどさ、再び火で炙るとポップコーンのように弾けて食べられる。あー、つけだれなんだ。要はつけだれにしてうわー、そうなんだ。本にはそう書いてありました。うわ、グロい。うおこの匂いで、この見た目ちょっとつらいです。いや、焦げたっていうかさ、それはこれさ、これほとんど身がないやつだけど、こんなもん焼いたらさこれ身がないから食べるとこないし、どうすんのよって話だよね。全く弾けてない。あ、これちょっとキャプチャーがいかんね。ごめんね、ちょっと直します。怖い怖い。
もう一回やってみよう。やってる、すげえ。さっきより慎重にやってみる。全く弾け、弾けてないじゃん。やっぱりそうなるよね。絶対そうなるって。こんなけ。面白い。ガスの日だと温度高すぎるのかな。まあいいか。食べてみた。あ、食べてる。パリポリと醤油の焦げたせんべいのような味。皮が硬く嫌な感じで口に残る。どうしよう。困るな。これ食べるの困るね。茶にする。これですよ。今度は干したやつをいって茶にしてみよう。あ、結構茎とかも入れてんだね。え、茎使うんだ。ごまをいった時のような香りがしてきた。あれ？ポンポン。あ、弾ける。おー、弾けてるー。すげえ。茶を作る過程で偶然作ることに成功した。これが猫茶らしパフ。そう、これ食べたいね。これにしたい。これせっかくならこれだよ。がっつり乾燥させていればいけるかもしれないね。で、食べてみたけど少なすぎてあまり味がわかりません。これが、いや、面白い。強いて言うなら、サクサクとして入りごまのような香ばしさ。そう、みんなね、言うね、香ばしいっていう。それと、硬い皮が口の中に残り、残っちゃうんだ。あー、これ残したくないなー。で、これをまとまった量作ろうと思えば、皆さんに食べられたい。食べられちゃっていいの。ななこめさんいらっしゃい。途方もない労力が必要だろうな。今それをちょっとやろうとしてる私がいるんだけど、ほんの少しだけでも作れたのだから、これで満足しておきます。茶にしてみた。美味しい。今回初めて美味しいという言葉が出ました。麦茶のような、そば茶のような、さっぱり香ばしいお茶です。一応、美味しいというものができたから、これで満足しております。へー、面白い。お茶にできるんだ。もう、お茶でいいかな。あ、でも、あれだね。食べるのに失敗したら、こういうやり方もあるっていう方向にしよう。ダメかな。だから一応そのポップコーンみたいなものを作って食べてっていうのを目標にして、あかんかったらそれをそのままお茶へ移行させるっていう感じ。そうしたらね、無駄なくいけるんじゃない。観賞用のやつは観賞用のやつにして、食べるやつはそういう方向にしよう。じゃないとちょっとね、あれだね、はじめちょっと皮硬いってなるとあれだな。ね、10個目さんありがとうございます。助かりました。これはやるっきゃない、やるっきゃないけど、ちょっとあれだな、自信なくなってきた。いや、いけるって思ってたんだよね。で、最近の鉄腕ダッシュをご覧になった方は知ってるかもしれないですけど、あれだよね、ずっと眠ってた猫じゃらしの種が生えてきたっていうのをやってたと思うんだけど、ほら、池の底だったっけ、なんか泥をすくってさ、それを土にしたときに、江戸時代の猫じゃらしが生えたって話。そう、それです、それです、10個目さん、それです。
あの私それを見た時に、あ、こいつらもしかしたら食べるかもしれない危機感を覚えましてですねなんか私テレビ見て、あ、乗っかってそういうことやったんかなって思われたらちょっとなんかあれだなでちょっとね、いろいろ予定をね前倒しにしてねやることに、お茶か、お茶もやりそうだよね。あの5人の方々だったらやるよね。いろんな知恵ある人もいっぱいいるしさ。ミンシローハートやりそうじゃない？お茶とかはなんかやれそうというか、やりそうな気がする。ギターならやりかねないそのもうね、わざと名前出さなかったんだけど、そうリーダーはねやりそうだよね。あのもう苦いやつから苦いやつまでみんな作ってっからねだからやりそうな気がするんだよな。これ先人の知恵やでとかって言ってやりそうな気がするじゃない。あ、折れちゃってる。そっか、この茎も使えるんだったら、こいつ取っとかないきゃいけないのか。それにしてもくっさいなぁ。なんなんだよこれ、もうすごい匂いがする。ああ、一本取れちゃった。取れちゃったよ。茶じゃないけどさ、できるよね。ただこの猫じゃらしをいっぱい引き抜いてる変なおばさんがいるって言われたらどうしようみたいな。もう今回は公園でやってきたんですけど、道端とかでやってたらこれ完全にやばい人だよね。職質されちゃうよね。それにしても臭いな。それにしても臭い。小さい頃に遊んでたあの猫じゃらしのイメージ、そう崩れだよこの匂い。やばい。
まだ小さいな。独特だね、このエノコログサの匂いが水分と一緒に出てきて、こんな匂いがしてるのかな。ただひたすらに臭い。なんだろうね、ほんとこの匂い何なんだろう。4567、8、短いのが出てきたな。短いのちょっとして、短いのどうしようかな。そのまま置いとくだけな感じで干せばいいかな。入んなかった。よいしょ。短いのはほんとちょっと、なんていうのかな、こう茎がこうなんていうかな、こう二重になっててさ、こうここからこうフィッて引っこ抜くんだけど、意外とね引っこ抜くときにうまいこと取れなくってプチッと切れちゃうのがねあったりしたんだよね。観賞用にするなら本当はこうちょっと茎長めで取っときたかったんだけど、なかなかうまくできなかった。
もう1時間ぐらいこんなことやってる結構時間かかるね。まあこんな風に縛らなくっても本当はなんかそのままポイッと置いとけばよかったかもしれない今からだけど。じゃあ短いやつは、この中に入っててもらいましょう。よいしょ。いらないだろうかな。葉っぱと葉っぱだけは除いて、茎がいるのか。ちょっとめんどくさくなってきた。匂っても嫌だし、とりあえず乾燥させて匂わなくなればバンバン剤なんだけど。よし、 OK。 で、あとは、結構種出るもんだね。こんな雑、いや、丁寧でもないけど、そんなむちゃくちゃ雑に扱ってなかったつもりなんだけど、意外と擦れて出ちゃうもんなのかな。よいしょ。
とこの袋の中に落ちちゃう。どうしよう。結構大量にいたので。要は食べるところがここなんだよね。こいつ、よいしょ。ポップコーンになるやつが。ごめん、ちょっとこれ以上寄れないや。どう寄ればいい？もうこれ以上寄れない。こんなんだ。これね。これがどうなるかだよな。まだね、青いからね、すごい水分が多い感じ。そうしたら硬いんだろうな。すごい硬そうな感じ。半分に割れたりしないかな今。ダメだなこれ。なんかすりつぶそうと思ってもちょっと無理かな。ちょっとなんともならないです。何も変化がない。残念でした。ちょっと相当硬いんだろうな。まあ、水もあるからなかなか削れないかと思うし。あまりはこんな感じ。あんまり重ならないようにしなきゃいけない。たまに上下かき混ぜてあげないと乾かないかもかな。あとはよいしょ、こちらこれだけできました。いくつできたんだろう。あー臭い、もう臭いよ。ケンチトシにすり鉢のセット売ってたような。あー売ってる売ってる、持ってる。あのちっちゃい こんくらいのやつだけど持ってるよ。擦れるかな。擦れたらいいな。種が出ちゃう。310本あるらしいよ。頑張ったね。友達もありがとうだよ、ほんと。よし。これ、このままこうやって干しといた方がいいかな。なんか、
臭いよ。半分こぐらいにして互い違いになるようなこんな感じに、あ、キャンプファイヤーみたいな、これでいいんじゃない？え、これさ、乾燥したら絶対さ種落ちてくるじゃん。受けとかないとまずいよね。おし、あ、これだとあれかな、穂の形変わっちゃうかな。そんな重くはないと思うけど、まああれだ、もし観賞用にするにしても染めるから一回水に浸すだろうし大丈夫だ。よし、できた。ああ、臭い。もうこの喉やられたのこれだな。ほんと臭い。猫じゃらしね、もし食べようと思ってる方いらっしゃいましたら匂いに注意。取ってきたその日に処理をするべきですね。これ1日置くととんでもない匂いがする。あー、臭い。大変でした。あー、気持ち悪い。よし、終わろう。終わろうとか言ってあれだけど、とりあえず乾燥させて食べ頃になって、あた時間があるときに放送をします。とりあえず焼いて食べてお茶にして、観賞用のやつはどうしようかな。できればやりたいけど。ちょっと観賞用のについては本当にいろんなデータというか情報がなくって、まあ、あるっちゃあるんだけど、結局プロの人がやってるようなやつだから、そのプロを目指してないからその素人なりになんか揃うものでやりたいなっていうのがあるんで、そういう情報をちょっと調べてからやってみようかなと思います。今回の猫じゃらし放送も、というか前のトウモロコシの皮の放送もですけど、全部 YouTube に上がってます。タイムシフトをね見たいっていう人が いるんですけど、なんか一般だから見れないとか結構あって、とっても嬉しいなと思いながら、URL 省略、ここが私のチャンネルでございますので、もしよかったらこちらで見てみてください。トウモロコシ、あら、トウモロコシのやつなんかあんまり分けてないよ。まあとりあえずここにあるんで今回のも出来次第上げていこうと思ってますので、ぜひぜひねご覧くださいませ。あー、臭い。もう早く外出した言えてない。もう臭い、ほっと臭い。でも手は大丈夫なんだけど、なんかね、もう このこいつがすっごく臭い。たまらん。うん、というわけで終わっていこうと思います。こういうことかな。やっとわかった。やっとわかったんだけど、タイトルがおかしいな。あれどうなってんだろう。まあいいや。おはようございます。みやでございます。朝の時間に放送するのは
腸内じゃないかな。すごい健康的な時間ですね。びっくりしました。本当はですね、昼ぐらいに放送するって、言ってたんですけど、すみません。取ってきたエノコログサがすごく匂います。もう外に出しておけばよかったんだけどね。